こんにちは。ウィンザーラケットショップ渋谷店笠原です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日も、はい、新商品ということで、はい、笠原さんとやっていきますが、はい、今日まず取り上げますのは、はい、どちらの何のシューズでしょうか。はい、はい、一応8月に発売を予定しています、はい、コート FF3 ノバクになります。コート FF3 ノバク、はいはい、まあ、中身はこれから聞いていくんですけど、まず最初にお届けしたいのが、はい、メーカー様が発表しているもの以外に、はい、笠原さんならではの切り口というところで、はい、実は〇〇な話なんだよ、はい、ということでお届けしたいんですが、はい、この〇〇何入りますでしょうか。はい、3×3 ノバクな話になります。実は3×3ノバク、はい、なんか暗号化してきているのがちょっと最近の傾向ではございますが、はい、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。はい、今回アシックスの、コート FF ということでモデルでございますが、はい、どこから紐解いていいかが分かんないな。はい、まずはノバクとありましたので、はい、ノバク・ジョコビッチもちろんだと思うんですけども、はい、ジョコビッチ選手が履くモデル、そうです、はい、着用するモデルということで、はいはい、どの大会でどう履くんですかね。はいはい、まずあの US オープン、なるほど、で、はい、着用予定の、はい、8月末そうです、スタートする、はい、US オープンで、はい、彼が着用するコート FF の US オープンデザイン、あ、そうですね、はい、ということですね。モデルです、はいはい、なのでノバク、これは解決しましたというところでございまして、はいはい、US オープンで履くということで、はい、今日情報解禁で、はい、まず発売先に聞いちゃいましょうかね。はい、いつぐらいですか。一応8月ですね、上旬。上旬ということは先に履くことができるんですね、はい、US オープンより前にということでございます。はい、で、彼は着用しているのはコート FA でございました。はい、じゃあノバクの前にあった 3×3 を紐解かなきゃいけないんですけども、はい、3×3 数9になりますけど、はい、どういうことでしょうか。はい、一応、はい、まずこのコート FF っていうモデルが、はい、まずモデルで言うと3代目のモデルなんですよ。なるほど、発売してから、はい、モデルチェンジして今回が3代目、現行だから販売されてるのが3代目、はい、そうです、はい、が最初の3です。ここに3ですね。はい、で、3×3 のもう1個の3は何なんですか。はいはい、で、そのモデルから、はい、そのジョコビッチモデルが今回で3代目になるんですよ。な、うんうん、ということは、はい、FF が1代目、はい、2代目、3代目があって、はい、3代目になってから3作目、はいはい、そういうことです。ってことはこのコート FF3 でジョコビッチデザインが3種類あるということの3個目、はい、そういうことです。ありがとうございます。大変でございますとことをこう、まあ、もじってということで 3×3 ノバクということなんですね。はい、なるほどなるほど。はい、で、今回このデザインになっているということでは、はい、なんかブルー系よく US オープンで履いてるような気はするんですけども、はい、今回のデザインには何か意味的なものはあるんでしょうか。はい、一応そのジョコビッチ選手の母国がセルビアということで、今回はもう特に青を基調とした、はい、カラーリングが、希望ということで、セルビアの、まあ、カラーということですね。そういうことです。の、はい、このブルーをとにかく前面に出したい、はい、ということがまず一つ目、はいはい、ということと、あとこの辺の色合いはどうなんでしょうね。はいはい、一応、はい、ちょっと分かりづらいんですけど、はい、この内側のデザインですね、はい、ちょっとアップしますので、はいはい、内側のデザインが、はい、カモっぽいですけど、そう、一応これ大理石をまずイメージしてて、大理石、はいはい、でよく見ると、はい、狼のグラフィック書いてるんですよ。特にこのベロのとこ見てもらうとちょっと分かる気がするんですけど、あ、こっちですね、裏側のベロ、あ、なる、分かりますかね。あ、うん、オオカミ、オオカミです。それもちょっとオオカミじゃないですよね、はい、オオカミっぽい感じの、そうです、はいはい、そうです、そうです。なんでオオカミなんでしょう。多分そのジョコビッチ選手よくポイントとか取った時に、はいはい、吠える顔がオオカミ多分っぽいので、はいはいはい、ウルフ感、そうです、それを多分テイストにしてる、はい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 、この内側のデザインに、もしかしたら彼が好きな、なんていうんですかね、そういうシンボリな動物なのかもしれないですね。はい、そうですね、はいはいはい、がちょっと目を引くところかなっていうところですね。はい、はい、あと何かありますか。あと相変わらずもヒールのところにジョコビッチのロゴマークと、はいはい、ここに音符のマーク、音符のマークなんですか。はいはい、ここ音符どういう意味があるんですか。
音符そうですね。ちょっとあの、はい、詳しく調べておきます。まあリズミカルなんでしょうね。はい、ちょっと触っていいですかね。はいはいはい、まあなんかデザインがね、ちょっとこの辺が、はい、うん、なんか今までにない色というか。そうですね。はい、はいはい、まあアパレルとの連動なんかもある、はい、だと思いますね。ですかね。はい。はい、なるほどですね。はい。はい、でコート FF と言いますと、はい、まあアシックスの中での看板商品、はい、FF とレゾリューションとスピードがありますけども。はい、FF 自体の人気はどうなんでしょうか、はい、FF もやっぱり今年の1月にモデルチェンジをしてから、うん、やっぱ前作よりはすごく履き心地の評判と販売にはつながっていると思います、ね、3としても非常に人気があっていい、ね、そこにジョコビッチ選手の、まあ、デザインが載ってて、はい、さらにこれまた限定なんです限定で、はいはいはい、ちょっとお値段も一番高いお高いシューズなんですよそうなんです高くなっちゃうんですねそうなんですよなるほど、はいまあ、グランドスラムも、ね、21個取ってますそうですね21個ね、はい、はいはいですよねはいちょっとお高いと、はい、何足ぐらいなんでしょうでこれも、はい、あの前のアシックスの、はいロンドンの時もそうですけど、はいはい、一応トータル510足のアシック、はいウィンザーが60足確保60足確保できてるって形です、はい、それ以外では、アシックスさんの EC サイトで販売される、はい、ということ で、はいはい、あのねもう一個ね、ボスの、はい、コラボレーションであれはレゾリューションでしたけれども、はい速乾プレーネっておっしゃってました、はいすぐに完売になってプレーネがついちゃうぐらい、はい、でこれもやっぱりそうなんですかね、ジョコビッチのシューズはちょっと独特で、はいはい発売してから徐々に売れてくるんですよえだから大会期間中にすごく売れるかというと、はいまあ、正直言うとそうでもなくて、はいはい、徐々に売れていつの間にかも完売しちゃってる商品になってます毎回そうですということはちょっとスタートダッシュは遅めゆっくりめ遅いです、はい、なんでなんでしょう、それがなんか毎回そうなのであのちょっと僕もわからないんですけどジョコビそうなんですねなんか逆なイメージしますけどね、はい、なんかあのデザインとかその、まあ、選手が着用してるしてないということじゃなかったであれば、はい、ゆっくり浸透していくの分かるんですけど、はい、選手が履くとね、はい、一気にバーンっていきそうな気がしますけどそうです、ね、逆なんですね、はい、そうですね、はいはい、流れはゆっくりかなるほどその今ジョコビ選手のプレースタイルに合ってるのかもしれないそうですね分かんないですけど、はい、そうですね、はい、なるほど、はいじゃあこちらもまた限定でということで、はいまた聞かなきゃいけないんですけどもサイズバリエーションもう一回聞いておきますね、サイズは、はい25センチから、まあ、30センチになってますと、はい、いうことはまたメンズしかない、はい、ということでございまして、はいはい、女性には厳しいそうですね、あとはハードコート、オールコートのみなのでオールコートのみ、はい、オムニクロ展開は、まあ、それはね、US オープンですからね、そうですね、はい、まあ、履こうと思えばね、はいはい、オムニでも履けますけど可能だと思います女性はどうしても履けない、はい、ちょっとこれアシクさんにぜひ言っておいてくださいその女性のための限定をそうですね、はいはいはい、もう少し足数少なくてもいいので、はい、ぜひ、ね、あのこれを見てそれを期待されている方も多いと思います、はいはい、そんなことをぜひこちら渋谷店の笠原さんまでクレームとして皆さんはいはい、言いに来ていただけ、はい、頑張ります、はい、ということでございまして今日の〇〇の話は、はいアシックスの、はい冷蔵あごめんなさい、はい、FF3 の、はい、ノバックですノバックモデルということでございました、はい、最後に実は〇〇もう一度いただきたいと思いますが、はい、実は3×3 ノバックな話になります自分でも分からなくなってきますよね、はいはい、ということでぜひこうご期待ください今日からもう予約受け付けれるんですよね可能です、はいはい、ぜひぜひご連絡お待ちしております笠原さんありがとうございましたありがとうございました